しながら野々花沙織、管理人さんのためにプール掃除をお手伝いいたします。わかります？というわけですから、ねえ管理人さん、掃除が終わったらプール開きやっちゃいません？沙織のおてがみ。それじゃあ、万歳。そうと分かればサクサクやっちゃいましょう。そのくらいにしましょうね。ユンちゃんも立ちましょうね。こんにちは、管理人さん。お手伝いに来ました。ぬるみもね、お手伝いするの。水臭いですよ、管理人さん。一声かけてくれれば、最初からお手伝いしましたのに。来ました。
幸せです。みんな連れてきたです。管理人さん、おはよう。よく寝た分パワフルに働いちゃいますよ。私も肉体労働は本意ではないのですが、行政全員の参加とあっては私一人不参加というわけにはいきませんので。まったく、この私まで手伝う羽目になるなんて。あなたが不甲斐ないから。仕方ないわね。ほら、みんなもよ。突っ立ってないで、機敏に行動なさい。グズグズしてたら、日が暮れちゃうでしょ。生活する動物です。水中で活動すべき期間を何一つ持ち合わせていない人間が水に入ることは自然の摂理に反しています。私は人間が水を呼ぶという反自然的行為に対して断固異を唱える所存です。私はプールサイドで考え事をしますから、気になさらず。もう管理人さんたら。
やちゃんの性格から考えればわかるでしょ。ちはやちゃん、管理人さんに水着姿を見られるのがすごく恥ずかしいんですよ。でしょ、ちはやちゃん。鈍いのか鋭いのかわかんない人ですね。ちょっと、三人してなぜこそこそ話してんの？こそこそなんてしてないわよ。ね、ちはやちゃん。だから
ちょうど良いのではと。なるほど、言われてみればそうかもしれないですね。さて、バリバリ泳ぐとしますか。カニ兄さん、競争しませんか。泳げないとか？平泳ぎだけ？背泳は？バタフライは？クロールは？本当に平泳ぎだけしかできないんですか？いけません。そんなことでうるみちゃんに泳ぎを覚えなさいと言えるんですか？ましろちゃんに水を怖がっちゃダメと言って説得力がありますか？
をして。どうしてです、管理人さん。では休憩を終了して特訓を再開しましょうか。次の目標はバタフライで 200m なんてどうです？あんまりいじめちゃかわいそうかな。はいはい、じゃあ今日は時間も時間ですし、これで終わりにしますね。続きはいつにします？さて、最後にもう一泳ぎしちゃおっと。沙織お姉ちゃん、元気？今日、ずっと泳いでる。疲れないの？
からないです。私もそうしよっかな。うさぐんもお風呂にするでし。おい管理人、というわけで俺は風呂に入るからな。そういうこと、ちゃんと持ってこいよ。コーヒー牛乳らしいわよ。前に学校の先輩たちがそう言ってたもの。そうか、俺はフルーツ牛乳の方が好きだぞ。くるみもフルーツ牛乳好き。あらあら、うるみちゃん、髪の毛がまだ濡れてるわよ。ちゃんと着ましょうね。でしえ？でしどうしたの、ユンちゃん。私の体に何かついてる？ナイスバディでし。欲しいです。
前は魅力的な女性になんか慣れっこないぜ。なぜでしこ？決まってんだろ、ぬいぐるみ遊びなんてガキっぽいことやってるからさ。大人になりたきゃまずその幼稚なことをやめるのが先ってもんだぜ。そうよね、大人になるって肉体的なことより精神的なことの方が重要だもの。そうなんですか。ぬいぐるみさんとお友達じゃ大人になれないんですか。ぬいぐるみ遊びって確かに子供っぽいイメージあるものね。子供っぽいですか。そうさ、かっこいい大人はぬいぐるみ遊びなんか普通しないもんだぜ。お前もそう思うだろ。これってすごく美味しいわ。